京都競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはグリールリング、ウェーブカフェ。この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがグリールリング、これに続いてウェーブカフェ。先手を取ったのはグリールリング、その外にカレッジエリザベス。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として6番グリールリング、2番手はコーカサスソング、絶好の手応えです。カレッジエリザベス、3番手コーカサスソング、いい位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はグリールリング、さあ直線に入りました。これからの勝負、グリールリング先頭、外からコーカサスソング、コーカサスソング先頭、内から桜レベライン先頭。残り 200m を通過して2番手はエイシーフレンド、桜レベライン先頭だ。桜レベライン1着、2着にはどうやらエイシーフレンド。まずは前哨戦を制しました桜レベライン、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。東京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。シェイククラウンズ、ちょっとタイミングが合いません。さて何が行くのでしょうか。セイウンルーブル前に行きそうです。セイウンルーブル先手を取りました。その外からベルズシスティーナ、内からはテーマイバー、サンディグリロ、そのうちに続いています。その隣にアルカバーズ、シェイククラウンズ、それに続いています。オシドリルナすぐ後ろ並んで、5番フォーセルヒューズ、すぐ後ろにコスモトリガー、黄色の帽子ダンスーズバレー、その後ろ、この位置にフィールドアス、パテントリーコクト、後ろからになりました。すぐ後ろにスープスティップル。ここまでほぼ平均ペースです。この辺りで先頭が変わりました。アルカバーズ、2番手はセイウンルーブル、ベルズシスティーナ、3番手パテントリーコクト、この位置から届くのか。アルカバーズ先頭、サンディグディロようやく上がってきた。最後の追い比べ、先頭はサンディグディロ、外からオシドリルナ、パテントリーコクト、まだ後方、これは万事休す。サンディグディロ先頭、外からオシドリルナ、200を切った。サンディグディロこのまま振り切れるか。2番手はオシドリルナ、サンディグディロ先頭、先頭はサンディグディロ、1着でゴール。2着はオシドリルナ、見事に勝ちました。サンディグディロ、パテントリーコクト、完敗です。着外に沈みました。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のエンマベイ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはクロスリング、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通りいきます。クロスリング、これに続くのがレッドカシオペア、やはり行くのはこの馬クロスリング、その後ろからはカナメローレル、
内からは大鳥マッハ、その外からサトノアテンション、その外に西野ブリス、さらにはバスクウィーナーズ、これに続くのがセブンアルペン、並んで前哨戦の勝ち馬エンマベイ、ここにつけたのがブルームダレ、マリーリベール、それに続いています。その外にマローンプリンス、黄色の帽子クワイタストライプ、その後ろ、すぐ後ろにハーフミラクル、その隣にアドマイアコロニー、エンマルナパーク、すぐ後ろ並んで9番太陽クローブ。1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。好景気を通過していきます。さあ先頭は依然として最強王者クロスリング、西野ブリス、ほとんど差がありません。レッドカシオペア3番手クロスリング、このまま逃げ込みを図れるか。クロスリング先頭、2馬身から3馬身のリード、西野ブリス懸命に追いすがります。クロスリング先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m、 後続は遥か後方、後方から一気にブルームバレー、2番手はエンマデイ、クロスリング圧勝、今ゴールイン。2着はブルームバレー、3着に天馬デイ、ライバル同士まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはクロスリング。